目立つしかっこいいと思って。ダイエットできるからって聞いて。SNS のプラスにバイトを見て。バレなければいいと思った。楽して稼げるって聞いたもんで。興味本位で。暴力追放三内運動プラスワン。一つ、暴力団を恐れない。二つ、暴力団に金を出さない。三つ、暴力団を利用しない。そしてプラスワン、暴力団と交際しない。負けない勇気で暴力団追放最強。暴力団組員としてやってる人生が君の本当の理想なの、まあ、自分の理想、家族の幸せ、いろいろ考えた時に今ある現状っていうのをやっぱ壊していかないといけない。辞めるっていう選択肢っていうのはすごく勇気のあることだし、暴力団辞めるっていう選択肢を選ぶと自分のことを本当に思ってくれる人たちっていうのはすごい喜んでくれると思うんですよね。きっとね、背中を押してくれる人はいる。まずは相談。